存知かもしれませんが、あらゆる物質は原子という微小なもので構成されています。また、それぞれの原子は陽子、中性子、天子というさらに小さな粒子で構成されています。原子はとても小さいものです。しかし原子がどのくらい小さいかを考えたことはないでしょう。原子はとても小さいって、一体どれくらい小さいのか。グレープフルーツ1個には何個の原子が含まれているでしょう。そのグレープフルーツは窒素原子のみからなると仮定します。 実際は違いますがそう仮定します可視化するためそれぞれの原子をブルーベリー代まで拡大してみましょうするとグレープフルーツのサイズはどうなるでしょうほぼ地球と同じサイズになりますそんなバカな地球がブルーベリーでいっぱいだったら同じ数の窒素原子もグレープフルーツにあるはずでは原子の大きさはどれくらい原子は、 ごくごく小さいです。話はより一層馬鹿げてきますよ。核原子、つまりブルーベリーの中を覗いてみましょう。原子の中心には核と呼ばれるものがあり、陽子と中性子で構成されています。そして外側にあるのは電子です。では核の大きさは原子が地球上でのブルーベリーなら原子核はどのくらいの大きさでしょう思い出すのは昔理科の授業で見た原子核を示す小さな点と、矢印がそれを指す原子の写真でしょうか それらのの図は縮尺を正確に表していないなで,で,で,では原子核の実際のサイズはブルーベリーの中身を探してみても見ることはできません肉眼では見るには小さすぎるのですでは原子ここではブルーベリーを家の大きさまで拡大してみましょう2階建ての家と同じくらいの高さのボールこの原子の中で核を探してみましょうそれでも核はほとんど見えません 原子核の大きさを理解するためには、ブルーベリーをサッカー競技場のサイズにまで拡大しなければなりません。競技場サイズのボール、その原子の真ん中で原子核が見つかるでしょう。やっと見えた。それでも、小さなビー玉程度の大きさでしかありません。まだ心が折れていないのなら、もう少し原子について話しましょう。原子は陽子、中性子、電子を持ちます。陽子と中性子は原子核内に存在し、 原子の質量のほぼすべてを持ちます端にあるのが電子です原子が競技場の中でのボールのようなもので核を中心に電子が端にあるとしたら核と電子の間には何があるのでしょう驚くことに答えは空っぽの空間です空っぽ核と電子の間にはとても広い空っぽの空間が存在します厳密には電磁場がありますが物質という点で見ると空っぽです 注目すべきは、この広い空っぽの空間こそがブルーベリーの内部であり、地球の内部であること、つまり実際にはグレープフルーツ内の原子だということです。さらにおかしなことに、原子の全質量は、事実上、核内に存在しているので、電子も微量ながら質量を持ちますが、ほとんどの質量は核内にあります。では、核の密度は答えはとんでもないものです。標準的な核の密度は、 4掛ける10の17乗キログラム毎立方メートルですが想像するのは困難です。英国単位に換算すると2.5掛ける10の16乗ポンド毎立方フィート。まだわかりにくいですよね。では一辺が30センチの立方体を作ってください。次に一般的な車から角をすべて取ってみましょう。車は平均2トンです。 3 0ンチ四方の箱を原子核と同じ密度にするには何台の車の核を箱に詰めなければならないでしょう1台2台100台ではダメダメ全然ダメ答えは62億台です地球上の人類の数に匹敵します地球上の人類すべてが車を持っていると仮定しすべての車を箱に詰めたとしたら それが原子核の密度です世界中のすべての車を30センチの箱に詰めたら原子核の密度が得られるのですおさらいです原子はとてもとても小さいグループフルーツ内に存在する原子は地球上に存在するブルーベリーのようなもの原子核は信じられないほど小さいブルーベリーをサッカー競技場台にまで拡大してみると原子核はビー玉程度 原子は広い空っぽの空間で構成されている。おかしな話だ。核の密度はありえないほど高い。すべての車を30センチの箱に詰め込んだ様子を想像してください。ああ、疲れた。チャンネル登録して、おすすめのレッスンで好奇心を満たしましょう。